OK ですね。OK ですね。お願いします。お願いします。これもよろしくお願いします。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、収録上ではもう9月の2日、2日当たってるよね。当たってるね。はい。今日、メガネを新調したんですよ。あー、やっと。今日クリアですね、とっても。めっちゃクリアです。いや、でも、びっくりしました。なんか、今のレンズこんなに透明度高いんですね。そうそう、高いの。これ見やすいんじゃないですか、とっても。めっちゃ見やすい。いいな、かなめっちゃ見やすい。マジで。こんなにクリアに見たの久しぶりって感じ。はい。いつも運転は裸眼でやってたんですけど、ちょっと裸眼では厳しくなってきたなーって思ってきたので、はい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 、いい加減メガネ変えよっかーと思って、今日たまたまオンデイズさんに行ったら、レンズあったので、そのまま今日即購入しました。いいなー。僕も今古いメガネをずっと寝る前だけ使ってるんですけど。はいはいはい。まず、普段コンタクトなので。はいはい。一本あってもいいかなって思いましたね。なるほどなるほど。では番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてこすってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。木山商店で、なんだったっけ？ロマン飛行です。どうぞ。もう頭の中から白酔いしか流れてなかった。いや、2キロ先まで見えないですよ、高坊さん。さすがに。いや、2キロ先は見えますよ。え、見えるの ?2 キロ先の何を見るかです。まあ。確か水平線が、4.6 キロとか、なんかそんなぐらいだった。へぇー。なんかね、運転してて、なんか若干ナンバープレートも怪しくなってきたんで、これはやばいと思って。じゃあ収録用のメガネも、一応クリアではあるんですよ。だけどなんか今回、ちょっと、今日はめっちゃ見やすい。僕は今、サッチーさんの後ろの FM ギノワンの下の小さい FAVGIMOWAN79.7MHz を一応読めはしますね。多分、裸眼で私あっちから見えるかな。見えるか見えないか微妙だな。裸眼じゃ絶対無理です。僕、裸眼だったらこの距離でも見えないです、ね。おー、やば。やばいね。このマイク見えないです。あー裸眼だったら。やばい。0.03 とか0.01 とか。やば。メガネってリアルになります。あ、ダンサーズさんがメガネはスペアあった方がいいよねーって。超ドキン、金眼なので、運転用のメガネもありますよって。うん、最近の超高レンズとかめちゃくちゃ優秀なので、超高レンズ系のなんかサングラスっぽい形でメガネ作るのもいいなと思います。うんうんうん、
なんならサングラスをメガネにしたり。ああ、そうそう。できるできる。大学生の時は、オークリーってメーカーのサングラスをメガネ代わりに使ってました。ハーフジャケットっていう、レンズ変えれるやつ買った。はいはいはい。それの度付きでクリアレンズ1個作って。うんうんうん。普段メガネとしてはそれをかけて。練習の時はこのレンズ外して、このサングラス用のレンズに変えてとか。はい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 。最近もずっと木山の詩ばっかり聞いてるな、お家でも。旦那がいないときに。木山さん、めっちゃいい人だからな。そう、めっちゃいい。昨日、ワッチーさんが個人的な配信に来てましたね。おー。ワッチーさん、なんか定着しましたね。うんうん。まだ来てないけど。まだこっちには来てないけど。FM ギノワン、結構いろんな番組に来てくれるようになって。では、マイクあげまーす。はい。お聞きいただいたのは、木山商店でロマン飛行でした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、おすすめ観光スポットです。というのも、これ決めたのは、埼玉の郷さんが決めてくれまして、はい、昨日、埼玉の郷さん個人的な配信に来てくれたので、お礼は言ったんですけど、はい、なんかいろんな観光スポット聞きたいなーみたいなことをこの間言ってたので、じゃあラジオのテーマにしよっかみたいなことでこのテーマになりました。キャスの方が来てますので紹介したいと思います。高場さん、こんばん、あ、こんにちばんは、こんにちばんは。こんにちばんは。カープボイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、わん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 。わん。わん。9月って、気持ち涼しくなったなって思い、キアヌリープスよ。ん？やっぱり暑いですね。台風11号どうやら沖縄からそれるみたいですね。でも12号の卵がまたあるみたいですよって来てますよ。うん、気になるですね。気になりますね。高坊さんが2キロ先まで見えますか？メガネを新調したっていう話からですね。はい、多分見えるんじゃない？多分、この今のメガネだったら。僕でも一応見えますよ。うんうんうん。2キロ先は。なんとか。こっから窓覗けば。あ、そっか。はい。そうだね。ハンビタウも見えますし。見えるしね。確かに。どれを見るかにもよるかもしれない。ただのドームも見えますね。見える見える。見える見える。名古屋のダンサーズさん。メガネはスペアがあった方がいいよね。ちょうど近眼なので。運転用のメガネもありますよーと来てます。カープボーイさん、オークリーのメガネにできるようになっ、オークリーのメガネ？はい、サングラス。ああ、はい、なってるんだ。僕がまだ見えていた時は、形が無理だって言われたよ。レイバンの、とかも一個、一個だけだったなーって来てますね。広島にカープの観戦ツアー行ったとき、宮島は良かったよ。テーマのことですね。しかも、ちっちゃくて可愛いし、これなんて読むんですか？読めないぞ、漢字が。顎撫でても、頭撫でても、なんだか嫌なことなかったみたいよ。あ、そうなんだ。
高葉さんが、メガネにはメガネーンって、ねーんです、ねーんですよって。あ、猫がいっぱいいるってことですか、ね、猫、宮島猫確かいっぱいいるっていう話でしたよね。猫。あの、撫でてる、顎を撫でてる時の。DM が来てますので、紹介したいと思います。フリーラムラジオアットワッチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。宜野湾市長選が始まりましたね。あ、そっか。うん、私がちょうどオンエアの日に投開票でしたね。確か。そうですね。うんうん。ちょっと気になりますが。今回のテーマ、観光スポットですが、私の生まれ故郷でもある、名古屋市内ですかね。具体的には、これ、大須で当たってます。多分。大須で当たってるかな。当たってますか、多分そうだと思いますけど。大須、栄、熱田神宮などですと来ております。うんうん。私も名古屋、ちょっと行きましたけど、あ、当たってる、やっぱり大須で。名古屋のダンサーズさん、ありがとうございます。テレビ塔、名古屋の栄のテレビ塔、一回見に行ったかな、ぐらいですかね。うん、そのぐらいかな。あと、うん、名古屋ドームをちょろっと通ったぐらいかな、名古屋は。もう、ちょっとだけしか名古屋っていうか、愛知県いなかったので、そこまで具体的に行ったかなと思ったらそうでもない気がする。もうあの、名古屋で思い出すのは、名古屋駅、名駅って言うんですけど、名駅にあるなんか巨大な人形が一番、あれですね、印象的に残っている。うん。うんうん。キャスの方で、カープボイさんが、猫は全然見なかったが、鹿がいっぱいいた。なんだかトイレットペーパーとかどうかが、好物だから、公衆トイレとか、全部ドアがついてないようになっていたよって来てます。そうなの？高坊さん、9月8日日曜日、投開票日です。確かに。だったね。高坊さんが、おいっすーって、あの、いかりや長介さん風に。おいっすーって。名古屋のダンサーさん、テレビ塔が、これは、未来タワーに名称が変更しました。そうなの？そうなんだ。初めて知った。やっぱいかんとわからんもんだね。どうしようかな。キャンさんどっか、まあ、沖縄以外でもいいし、沖縄でもいいし、どっか観光おすすめのところってありますか？おすすめのところですか？はい。僕はやっぱり地元沖縄市の。はい。子供の国です。はい、子供の国ね。楽しいですよ。確かに、でも最近行ってないな。今めっちゃ変わってるんですよ。あ、本当に？写真撮るために行ったんですけど。はいはいはい。めっちゃ映えるので。楽しかったですよ。そうなんだ。ライオンさんとかがちゃんと近くで見れるような作りになってたりとかですね。じゃあ昔と全然違うんだね。昔とはもう本当に全然違います。もうびっくりするぐらいちゃんと映えるようになってて、こんなですよ。わお、すげえ。すげえ、こんなんで、ちゃんと映えるように作られてるんだ。料金変わらずですからね。あ、そうなの？で、今しかもナイト2とかも始まりますんで。あ、そっかそっかそっか。本当に、子供の国はおすすめしときます。私、観光スポットなのかな？でも最近なりそうな感じなのが、最近テレビでやってたんですけど、はい、南城市にある、あざまさんさんビーチ。あっちに、ブランコが乗れるんですよ、今。あ、そうなんですか？そう、ブランコができてて、はい、あっち乗れるみたいで今。ちゃんと舗装された道があって、そこのところにブランコ設置されてて、はい、ちゃんと映えるようにできてるみたいで。へ、で、そこの隣ぐらいに、
ハート型のところ、なんかハートの、なんか、印があって、鐘も鳴らすところがあるんですよ。で、鐘鳴らしたらなんかいいことあるよっていうのを旦那の陸海空さんが言ってました。いいですね。そう。だから、あざまさんさんビーチとかめっちゃいいですよ。ブラッコ。昔は立ち漕ぎで思いっきり漕いで飛ぶの楽しかったですけど、今じゃ怖い。そりゃそうだ。今じゃ怖い。あとはね、うるま市の海中道路とか。ああ、いいですね。うんうん。ああいうところもいいですよね。海中道路はたまに行きます。私最近行ってないんですよ。行きたいと思うんだけど、暇がなくて。ちょっとその先の浜比嘉は最近行きたくないんでね。なんで？怖いじゃないですか。そうね。謎の事故が続いてるんで。ああ、そういうことね。はい。そういうことね。はい。キャスの方で高葉さんが、伊平屋島もいいみたい。私は浜比嘉でも十分と来てます。ああ、でも浜比嘉こっちの名前ですか。ごめんなさい。いいとこですよ。いいとこだよ。大学生の時は毎年、初日の出見に友達が。ああ、行ってたで、私も行ってた。カープボーイさんが、子供の国は最近は、毎年一回だけ行ってる、ラジオ沖縄の民謡コンサートに、県議会議員で挨拶してもらったの、で、僕、浦添なのに、と来てます。ああ、浦添の、この、県、どっかの県の、議長さんっていうか、議員さんが来てたってことなんですかね。同じくカープボーイさん、海中道路、小学生の時、できたばっかりの月ドライブで行っていたから、道のあれが、海の中にあると思っていたから、ちょっとがっかりしたなって。いや、海の中にあるんですよ。海の中なんですよね。海の中っちゃ海の中なんですよ。まあね。まあカプセル状で中に入るわけじゃないと。そうそう。私も最初、海中道路ができたとき、はい、想像では、海中トンネルの方かと思ってました。はい、アクアライン方式かな。そう、そんな感じ。でも、本物のそういうトンネルって、殺風景じゃないですか。殺風景確かに。実際にありますからね、中に、ね。あるね。はい。メールの方が来てますので、紹介したいと思います。サッチー、キャンチー、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。埼玉のゴーでーす。ありがとうございます。テーマのおすすめ観光スポット。僕は、コアで、チープなスポットが、チュキ。これ、昨日の夜来てたんですよ、実は。してから、観光したことは、高校時代の沖縄修学旅行かな。お子様がいるなら、名護のネオパーク。沖縄の市町村の公園。特におすすめなのが、読谷村の戸口ビーチの駐車場の滑り台と、残波岬公園。独身なら、わからんけどよ、南部ばっかりで泊まらんで、中南部や北部来い。南部だけで、うちのアンチュジラーしたらならんよーと来てます。昨日多分ね、埼玉のお子さん、半分酔っ払ってると思ってるんですよ。お酒入ってますね。じゃ完全に、文面でこれ、私突っ込んだんですよ。キャス開いてる時にメールが来てて、これは飲んでるなと思って、埼玉のお子さん飲んでるでしょって。もう酔ってるの分かるよって言ってから爆笑しました。坊さんに、おすすめありますんでね。そんな、コアなところが好きな坊さんには、ぜひ、沖縄市三郷の実を経験してもらいます。なるほど。コアですから。コア。コザもいいですよ。コザもディープなんですけど、よりまたちょっと落ち着いたディープな感じが味わえる三郷もぜひ。毎通メールが来てますので、紹介したいと思います。サッチーさん、こんばんは。こんばんは。味噌煮込みスキーです。ありがとうございます。なんかお久しぶりな感じが。おすすめ観光スポット。名古屋はものづくりが盛んだから、やっぱりトヨタの歴史を学ぶなら、産業技術記念館、食器に興味があるなら、
のりたけの森、のりたけの森ですかね、うん。奥が深いからじっくり見るとあっという間に一日が過ぎます。ああ、でもやっぱり名古屋飯を巡るのは外せないです。忙しくても名古屋飯をしっかり味わうのをおすすめしますと来ております。いいですね、名古屋飯。名古屋飯、憧れますね。憧れですね。やっぱり味噌カツとか。うん。うん。久しぶりに食べたいですね。味噌カツ食べるかい。あ、そっか。豚アレルギー。あれもありましたよ。きしめんかよ。なんだ、なんだったかな、なんかあったよ。麺類が。まあ結構いろいろありますよね。うん。名古屋とか結構あるので。いろいろあるんですけど、私、北部どっかなかったかなと思って今考えてたんですよ、観光スポット。はい。氷島。まあ氷島、そうですね。レアですけど。はい。あっちの橋からの方がいいんですよね。そうですね。うん。僕は昔学生時代自転車で行ってましたんで。わお。名古屋から。え？名古屋から自転車で行ってました。何分ぐらいかかるの？まあ1時間かかんなかったです。おお、自転車で1時間。片道40分ぐらいじゃないですかね。うん。辛いな。うん、辛いな。いや、全然余裕でしたよ。あ、本当に？はい。で、結構楽しかったのは、まあみんな飛び降りたりとかしてたんですけど。まあ、下、ナマコいっぱいあったんで、ナマコ掴んで、えぇーとかってやったりするの楽しかったですね。ごめんなさい。ナマコの皆さんごめんなさい。キャスの方でカップボーイさん。キャンさん、そういえば、今の松田のロータリーの電気自動車って、あれ、ロータリーエンジンではないみたい。なんか発電するためのなんかってロータリーエンジンが復活したなことも思ってた。これ去年発売された MX30 って車の、はいはい、ロータリーエンジンが搭載されたって言ってニュースだったら復活みたいな感じだったんですけど、うんうん、発電機として搭載してたんですよ。ああ。カブさん、それとはまた別で、今、ちゃんとロータリーエンジン積んだ、スポーツカー、松田計画してるみたいなんで。へえ。楽しみですよ。そうなんだ。なんか、はい、そういうのをなんか今日のね、ラジオ沖縄さんの番組でもそういった、系統の話が出てて、私はトンチンカンですな、と思ってたんですけど。発電機になるのか、ハイブリッドになるのか、直接エンジンとして駆動力伝えるのかっていうところですけど、うんうんうん、ちゃんと駆動力伝えれるような、もので、ちゃんとそういった規制も全部クリアできるようなものを、松田以上開発してるという噂がありますので、へぇー。ちょっと期待していきたいところですね。らしいですよ、カップボーイさん。まさかね、あ、びっくりした。まさか今になってメールが来るかと思ってしまった。中部どっか、南部かな？南部どっかあったかな？あと、観光スポット、まあ、超あれなんですけど、普通なんですけど、はい、大島の天ぷら。美味しいですよね。美味しいんだ。猫も近くにいるし。え、いるいるいる。いるいるいる。でもあっちから飛び降りたりとかしたらダメですよ。あれダメですよね。あれダメですよ。はい、うん、危ない危ない。カープバイさん、南部はあれがあるんじゃない？玉泉洞？違う。なんだ？玉泉洞とか。とか、ガンガラの谷。ああ。とか、あと、サボテン公園あったよねって聞きます。ああ。確かに玉泉洞あるね。ガンガラの谷はまだ私行ったことないんですよ。行きたいねっていう友達の話したのに。では来週のテーマに行きましょうかね。お願いします。来週のテーマは、今年の祭りやイベント行った？です。タイミングよく、オンエアは15日なんですけど、はい、14日に、宜野湾で、なんか、金沢音楽祭とか、あるので、そういうのも、ちょっとあって、兼ね合いもあったので、タイミングがいいかなと思って、うん、皆さん何か、まあ、今年のですね、今年、まあ、まだ9月ですけど、まだイベントはありますが、
今年の祭りとかイベントは行ったかなーっていうのを今回は、来週は聞こうと思いますよ。お願いします。急に静かになった。残りあと1分です。はい。どうしようかな。高尾さんが第32軍総司令部号はあれ、まだ一般公開されてないんじゃないですか。あ、本当に？はい。そう、沖縄ワールドね。そうそう、沖縄ワールド。玉泉堂。あっちの白蛇、一回、首に巻いてみたかったんですけど。ああ、いいですね。あれ、さすがに怖くてできなかったです。そうなんですよ。僕は時間が過ぎて多分できませんでした。ああ、なるほど。残念。やりたかったな。そろそろ締めましょうかね。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。それ、そこヘビだよ。ヘビは私は嫌いなんでござんす。そうですね。そう、エビとか、ハブ系苦手でどうも。急にまたフードをかぶった。これで年齢不詳 DJ を。ああ、いいんじゃないいいんじゃない、それはそれで。演出しようかなと。うんうんうん。海外、アラン・ウォーカースタイルで。ああ、いいかも。いいかも。それはそれで。目元だけで若いムーニーしてみましょう。若いムーニー。若いムーニー。私、あれだな、14日の金沢音楽祭。音楽祭。花火。いけるかな。どんなかな、微妙なところだな。ヘトヘトになってなければ行きたいけど、毎週土曜日ヘトヘトなんですよ、私。仕事中疲れますね。そう、2連休、日月2連休取ってる分あれなんですよね。カーからドーまで働きっぱなしまでヘロヘロなんです。じゃあ今日はこの辺で失礼したいと思います。来週、じゃあねー。あれか。